懐かしいですね。あ、とんがり坊やたち、とんがりちびちびボーイズが、懐かしいな、とんがりちびちびボーイズ。あー、お腹すいた。栄養のあるものを食べなくては。あ、誰かいる。お前を食べなくては。くれ、ありがとう。これでね、君を食べないで済みそうだ。ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回はリトルナイトメアやっていきたいと思います。今年の年末から年始にかけてね、やっていきたいと思います。リトルナイトメアシリーズ、3が出ると言われています。もうすぐなのかな、もうちょっと時間かかるのかな。そこまでにやっときたいなというか、まあやってはいるんだけど、よく見てみたら熊岡の今のこのチャンネルでリトルナイトメアのこの1をやってないんですね。まあ以前のチャンネルでやっていたっていうことを忘れていて、あるもんだと思ったらなかったんですね。なのでまあ今回はこのチャンネルで、まあ新たにね、やっていきたいなというふうに思います。そしてシリーズとしてね、2はね、ライブ配信で一気にやったのかな、5時間ぐらいかけてね。今回はこまごまとね、冬休みから正月明けまでね、ゆっくりと見れるようにこまごまとやっていきますのでね、ぜひゆっくり見ててください。毎日動画を出していきたいと思います。では早速リトルナイトメアニューゲームでやっていきましょう。はい、あ、なかったんだね改めて、とてもね、クマカも好きなゲームです。暗闇の中に黒い渦のようなものが渦巻いていますね。そしてその奥には女性が一人、さあ、この子の名前はシックスですが、熊川以前のね、時からキッコロと呼んでいます。どうも、キッコロです。これからもよろしくどうぞ。ということで、キッコロの旅が始まります。懐かしいですね。あ、とんがり坊やたち。とんがりちびちびボーイズが。懐かしいな、とんがりちびちびボーイズ。これライトだよね。はい、明かりがつきました。とんがりちびちびボーイズはライトがこれか。前回キーマオだったからな。はい、開けます。しゃがみ、はいはい。明かりがつきましたね。とんがりちびちびボーイズのところにまず行きましょう。いや、とてもね、可愛らしい子たちのお話なんですが、とても恐怖感もあってね。とても面白い作品なのでね。さあ、落ちましたね。ただね、ストーリーに関してはほぼほぼ忘れてると言っても過言ではないです。細かな脳筋記憶力のキャパはね、とてつもなく小さいので。あとはこのグラフィックと、この作り、ストーリーだよね。忘れましたけれども。面白いのはね。はい、向こうになんかありますね。これ投げれるんだっけ？あ、これで投げるのか。はいはいはい。理解しました。結構アクション系もあるからね。あ、窓があって、これお水入れれるの？いっぱいだよね。ああ、向こうの穴にね、なんかいろいろあんのかな。まあとりあえず進んでいこうか。ああ、ここね、ここには自殺した大人がいるのかな。
姿は見えませんが、何か苦しいことがあったんでしょう。行きます。届きません。この人のために椅子を用意したんですが、私もこれが必要なようです。よいしょ、よいしょ。はい。よいしょ。もうダメか。あれ？これ、あれかな？はいはいはい。こういうことね。よいしょ。オープン。この巨人族みたいなね、世界観もたまらんすよね。よし、開きました。さあ上登っていきましょう。とんがりちびちびボーイズたちはどこ行ったんだ。当分後だったっけかな、会うの。あ、黒うにょうにょ面がいますね。こいつ確か一発だよね。黒うにょうにょ面。まあさっさと行っちゃおう、行っちゃおう。で、よいしょ。オープン。急げーい。あっ。黒うにょうにょ面たちは？これは、外すのか。OK。全くもって忘れてんな。本当に。あ、とんがりちびちびボーイズ。あ、落ちちゃった。真っ黒なっちゃったね。キッコロちゃんが。あ、それはずるい。よしよし。急げーい。黒黒うにょうにょ面ボーイズが、いや、こいつらボーイズじゃねえか。こんがりうにょうにょ面たちが。オッケー。よし、登りましょう。あ、とんがりちびちびボーイズ。どこ行く？あ、危ね。危ね危ね。とんがりうにょうにょボーイズ。ちゃちゃ、とんがりちびちびボーイズだ。うにょうにょボーイズはあの黒いやつだな。とんがりちびちびボーイズたち。結構大人数いたよね。こっちは違くて。暗いんだよね、ここね。これを、右と。こっちかな？はいはい。さあ、ローリングサンダーがあるので。よいしょ。で、これで。ダッシュエンダッシュ。あっ。オッケー。で、この中入るのかな。大きな世界よな。そこになんか引きずってる包帯ぐるぐる野郎がいたね。あいつも確か出てきたよな。さあ、キッコロちゃんが登っていきます。なんで、降りないの？ちょっと待って。何してんねん。さあ、戻ってまいりました。さあ、中に入って。
このメンタマッチョのマークがね、よく出てくるけど。あ、チューチュー。ビリビリがあって、何か、あ、向こうに、ここにスイッチがあるのか？はいはいはい。で、このトイレットペーパーズたちをスライドさせて、よっしょ、スパークリング。あ、急ぐやつだっけこれ。間に合った。危ねえ。扉たちがいっぱいあるな。あ、出た。メンタマッチョのやつな。これが砂化しちゃうんだっけ？はい、急げーい。で、この先も。急げーい。OK。この上のものかな？ん？この先はないよね。あそこにさ、とんがりボーイズいるんだよな。気になるのが、とんがりボーイズ。とんがりちびちびボーイズなので、これはここ降りれるのか。あ、いなくなってる。あ、いた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 。とんがりちびちびボーイズ。捕まえたぜ。仲間。よし、とんがりちびちびボーイズ。行くぞ。行かないのか。よいしょ。あ、これセーブなのかな。ファイヤー。さあ行きましょう。これ確か右行くんだけど、左って行けなかったっけ。いけるね。なんか必要じゃなかったっけ、ここで。あ、実績か。ちょっと待って。いや、特になんもね。あの手形はとんがりちびちびボーイズたちのやつなのか？まだわからんね。なんせストーリーを忘れてるので。ここからハイドか。出てきたね。さっきの手でなんか引きずってたやつ、箱を引きずってたやつか。手で長いね。手長包帯。ん？手長包帯じじいだな。いや、手長包帯おじさんでいいな。いや、手長包帯お兄さんにしとくか。ここじゃないか、こっちか。手長包帯兄さんは多分目が見えなさそうだよね。
よし、帰ろう。この舗装、何？舗装廊下というか、舗装通気口をこの通るのがやっぱリトルライトメアのぽさというかね。なんか、リトルナイトメアやってんなって思う。あ、お腹すいたです。何か食べなくては。あ、お腹すいた。栄養のあるものを食べなくては。あ、誰かいる。お腹すいた。お前を食べなくては。あ、なんかくれそうだよ。くれ。ありがとう。これを君を、これでね、君を食べないで済みそうだ。さあ、上かな？はい、また首輪っかがあるね。これはシャワー室なのかな？これって、なんかあったっけ？あ、ビリビリ麺か。はあ、はあははあ、ビリビリ麺だけど、これって、あれって必要だった？必要だったとしたらやっちまったな。この先から、ジャンプか。で、ああ、上のね、チェーンを下ろさなきゃいけないんだね。よし、行くぜ。登ろう。さあ、右の方に飛び移りたいね。よいしょ。OK。で、こっちは？ああ、こっちが落とすやつか。はい。ガチャン。あ、上来たな。ちょっと待って待って。一回こっちまで来てもろて。行くぜ。はっ。さあ行きますか。ガシちゃんこ。そりゃ上に登らんとな。おっ。こっちには、ああ電気があるね。これ確か引き出しをさ、どっか出すんじゃなかったっけ？これって、ここか。いや、違うな。こうして、
で？オッケー。で、あとは向こうにぶら下がれば。バチコン。さあ、これで。あ、違うか。こっちさ、扉というか、鉄格子があったね。ここも行けるようになってるので。はい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 。なるほどね。これだった、これだった。よいしょ、どうしょ。んで、よいしょ。そんなキッコロ重かったっけってぐらいだよな。あの鉄の塊と同じぐらいの重さだもんね。よし、到着。あ、いるな。気をつけろ。黒黒うねえね。ベイビーズたちが。さあ行きましょう。ん？ここってなんかあんのか。でも登れないもんね。さあ、あ、明かりがあるな。あぶね。よしよし。これ系面白いよな。さあ、その吊るされてる箱が何なのかっていうね。キッコロのたちが入っているのか。あ、これか。オッケー。さあ、なんか広いぞ。あ、キッコロチビチビボーイズ。キッコロじゃねえわ。とんがりチビチビボーイズ。さあ、今度は上かな。大きな大階段を登っていく。ここは何かあったっけ？あ、とんがりチビチビボーイズ。ああ、扉があるね。なんか開かないな。あ、なるほど。全然普通に忘れてるし、全然偶然。なるほどな。あ、ボタンがある。ファイヤー。赤ちゃんが寝ている。二人の赤ちゃんが。これは誰だ。とんがりちびちびボーイズたちが集まってる場所があるのか。あー、おデブちゃんコックちゃんたちがいるとこだね。あー、これは最初のお姉様の場所だったっけ。いるね。はい。これ何なんだっけ。ただこんなんありますせ的な感じ。今後こんな展開ありますせ的な。別にセーブとかじゃないもんね。
さあ、ここはまだ、まだというか開かないんだよね、これは。あー、メンタマッチョ部屋。とんがりちびちびボーイズたち。レバーあるな。あ、箱か。ちょっと待ってろよ。とんがりちびちびボーイズ。OK。そっちかーい。壁の方かと思ったよ。これ上登るんだっけ？ああ、鍵があるわ。キーですね、キー。よいしょ。で、真ん中。ああ、さっきのさ、手長包帯じじい。いや、手長包帯おじさん。改め、手長包帯兄さん。これだよね、この写真の人だよね。よし、まあ、いっか。よし、鍵を手に入れましたと。ここじゃないよね。これってさ、あ、押せるんだ。この先に必要だったっけ？ここだ。ガチャン。もういいだろ。あ、お猿のパリンパリンおもちゃ。これな。来たね、エレベーター。お気に入りです。これあれか。うるさい。静かに。もう電池ねえじゃん。うるさい。可愛くもない。お猿パリンパリンおもちゃ。うるさい。静かに。うるさい。あ、ちょっと咳が、そしてお腹が。お前が生きてたらな。あれ？これってチューチューか、ただの。暗くて見えん。あ、お腹が痛い。何か食べ物。くれ。おセーブか。お腹が空いたよ。さっきのなんかソーセージみたいなくれたやつ、またくれねえかな。あ、明かりもつけらんないわ。あ、チューチューたち。あ、そして肉がそこにあるんです。食べます。いただきます。手長包帯おじさんかな。いや、手長包帯じじいか。お兄さんか。
さあ、子供たちがね、捕まっている様子ですね。その中にキッコルが一人います。とんがりチビチビボーイズってわけじゃないんだよな、多分。よし。みんな大丈夫か？とりあえず、手伝ってくれ。俺は出る。よいしょ。これ何が開くんだっけ？扉か。なんかあったっけ？単純に？あ、死んだ。さあ、二度目の挑戦。というか、隙間があるな。これは？ん？つけるんじゃないのか。違うんだ。何の世界でもない。投げんのかな？投げてみる？これってなんかあったっけ？登れないね。単純に振り子か？覚えてねえや。ほらほら。いやいやいや。何してんの？振り子だね。オッケー。明かりがあって、いや、でも何もねえぞ。これ開けるだけか。いや、こっちなんかあった？壁壁。あ、これか。さあ、上に来ましたね。よいしょ。あら、よっと。あー、手長包帯おじさんが。臭い。臭い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 。匂うぞ。臭い臭い。匂うぞ。後ろのさ、後頭部の肉が余ってんな。臭い、匂うぞ。あいつ地形な。めちゃくちゃ隅っこ走ってるけど。キッコロ？これってさ、もう匂いだけで良くなった？ステルスだっけ？あ、いなくなってんじゃん。
ギリギリセーフ。あのさ、なんか上流れてるやつで行った気がせんでもないな。今度バレてないのか。バレてないんだ。ギリギリでやらせてもろてます。これか。はい、スライディング。よしよし、これで手長包帯ジジイも来ねえだろう。あ、靴だ。あ、これ肉か。違う、靴だ。いや、おもろいな、やっぱり。これは子供たちというか小人たちの靴なのかな。靴だらけ。ここってなんかいたっけ。来たね。来ましたね。よいしょ。オッケー。お、チューチュー。よし。お、来たね、手長。はい。急げー。手長包帯クソジジイが。あ、靴がないからダメか。バレそうだけどな。バレた。よし、手長包帯クソジジイとの勝負。なんか拾うんだったっけ。あ、ここか。手長包帯クソジジイ。これさ、包帯だと思ったらさ、ファオの余り肉だよね。今更だけど。顔が長かっただろうな。見つかりそう。でも見つからない。あ、とんがりちびちびボーイズたちが出ていっちゃったな。とんがりちびちびボーイズ、うるせえやつだ。ああ、これか。多分板がやばいんだったね。ん？重すぎ？こうか。
上手にできてるよな。こうして、あ、どんぐりちびちびボーイズ、あ、背中包帯、いや肉余りクソジジイが、ここはあれか、奥行きがあって、こっちか？左？いや、いけない。あ、今ワンチャンいけるってこと？これはしごか。匂う？そんなに？そんなに匂うか。これはまずい。間に合うか？オッケーオッケー。いいぞ。これを押して。はい、レッツゴー。お、次の部屋にも来るかな？したか。いや、おもろいっすね。やっぱりこのギミックたち。あれ？手長顔ビヨンビヨンクソ野郎が。今一瞬いたけど。あ、手長。あ、バレてないんだ。バレるよね。ここって出てくるんだよね。探してんのか。あー、音に敏感なのか。来たね。逃げるぞーい。お、いけた。何だったんだ今の。よし、これは上登っての、はい、本棚上だね。ああ、でピアノだ。よいしょ。つけれたね。まあちょっとここら辺で今回は終わりましょうかね。まだまだリトルナイトメアシリーズやっていきますので、今回はこの辺で終わりたいと思います。めちゃくちゃ楽しいですね。まあ改めてやるっていうところで、本当に新鮮な、ほぼ記憶のない状態でやってるなんでね、新鮮な気持ちです。そして3に向けて、この正月までね、正月明けまでやっていきましょう。というわけで、今回はこの辺で終わりです。皆さん、良き夜をお過ごしください。